はい、佐藤です。中国の思想家を学んでいきたいと思います。今日は数円であります。で、なんで数円の話をするかというと、ちょうどですね、さっき三国志学会の大会が終わったところで、私は現地の早稲田大学に行かずにですね、オンラインで聞いてましたが、その中で渡辺義弘先生が邪馬台国、まあ、三国志統異伝ですかね、のお話をされていまして、で、中国人の地理的な認識はどうなっているのかっていうお話をしていました。で、そこで一瞬現れたのが数円であります。で、数円というのはとてもスケジュールじゃないですね。スケールのでかいですね、思想家でありまして、中国人のですね、ものの見方を、漢帝国、そして三国時代に至るまで、根本的な世界観というものを定義した人ということで、実はインパクトがめちゃくちゃ大きいであります。で、世界観と言いましたが、まあ、世界の世ってね、時間の流れのことでありまして、世界の回っていうのは、地理的なことであります。だから、縦軸の時間の流れと横軸の地理的な広がりというのが、まあ、まさにそのね、言葉通りの世界観っていうやつだと思うんですけど、中国人の その世界観というものを、形作ったのが数円という、思想家であります。で、もったいぶらずにですね、両方とも有名なので、まあ片方は有名じゃないかな、有名なので言ってしまうとですね、まず時間の流れに関して数円が、整備したといいますか、唱えたのは、五徳終始説であります。五徳終始説、これはあの三国志ファンであればですね、絶対知っている、漢帝国は家徳、火の徳を備えた王朝であるが、次のですね、義帝国というのは、土徳、土ですね、土徳を備えた王朝である。まあ、家徳から土徳に、革命が起きた、禅譲がされたというのは、もう耳たこレベルじゃないかなというふうに思うんですけど、王朝にはそれぞれの、まあ、カラーといいますか、その王朝を、支えている、徳というものがあって、で、それが移り変わっていくという時間の流れ、この、五徳終始説というのを、整えたのが数円であります。で、もう一つの、今が時間の流れの話をしましたが、地理的な話でありますが、地理的な意味で言うと、数円が唱えたのは、第九州説であります。第九州説、まあ、こっちは説の名前はあんまり有名ではないのかなというふうに思いますが、この第九州説というのは、この世界のですね、世界といいますか、まあ、この、大陸というか地球という言い方もあんまり馴染まないですけど、地表かな、地表をどのような形で捉えるかというとですね、この地上というのは大きく、9つに分かれているのだという捉え方です。で、9つの国、九州に分かれているということでありまして、これは直接的には漢の時代とか魏の時代に使われていた13州とはまた別の概念でありますが、9つに分かれているということで、まあ、3×3 で、9ですからね、分かれていて、で、それぞれのですね、州の間、つまり、なんていうか溝ですか溝がありまして、その溝のことはですね、海、小海洋、まあ、小さな海でありまして、それはですね、ヒカイと呼ばれるそうです。まあ、ここはおそらくテストに出ないというか、大学院入試でヒカイと書けとは絶対言われないと思いますけど、飛将軍の飛です。ね、呉とかの将軍号とかで、孫悟とかの将軍号で、飛将軍とか偏将軍とか、やたら出てくると思います。位の低めの将軍と、まあ、はじめされていたものでありますが、飛将軍の飛です。で、飛将軍の飛と書く飛海、まあ、飛の海ですね。飛海によって、9つの、国、まあ、地表面が分割されていると。で、その周りにはですね、大きい海がある。まあ、だから、平たい、大きな、海があって、そこにですね、3×3 に、ブロックが分けられた大陸が並んでいて、で、その大陸の間には、飛海が、まあ、流れてるっていうと川っぽくなっちゃいますけど、飛海によって隔てられているということで、それが、まあ、天地の果てをなすということでありまして、で、じゃあ、その、ね、秦とか漢とかの帝国がどこにあるのかということになってくると、どれか一つではないんですよ。
さらに、9分の1のものをさらに9分の1に分割する。だから9分の1の9分の1の、ということで、まあ、81分の1、つまり 3×3 に1回分けて9つに分けた、地表面のブロックをのうち1つをさらに、3×3 で分割して81分の1にしたというものが、このまあ、戦国時代、崇円が活躍した戦国時代、まあね、あの私たちの理解で言うのであれば中原ですかね。中原はその81分の1、地表面の、陸地の81分の1に過ぎないということになります。ですから、地表面を9分割して、その一つが、中原だということであれば、ただの九州説になっちゃうんでしょうけど、九州説が2階層2乗になっているということで、大大きな九州説ということで、なんと、この世界っていう言い方はあんま良くないですね。この地表面、漢民族って言い方も良くないですね。あの戦国は周か周王朝いいですね。周王朝の支配している、この地表面の中心部というのは、全体の地表面から見ると81分の1に過ぎない、これが大九州説であります。うん、ということで、まあ、数円は世界観で、世っていうのは、時間の流れでありますが、時間の流れとしては如く終始説というものを唱えて、で、地表面については地理的な面では大九州説というものを唱えたということで、まあ、この、周帝国、違う、周王朝の支配領域が、81分の1に過ぎないというふうに言ったというのが数円のアイディアであって、でそれが今日の、三国志学会の、渡辺先生の講演の中で出てきたというところのつながりでこの動画を撮るに至っています。で概要はまあここまでなんですけど、せっかくなので、この参考文献で触れられている詳細についてご紹介をしておきますと、崇円というのは、紀元前3世紀前半に、活躍した人で陰陽家と分類されています。世界史の授業では逆に陰陽家だけ習ったかもしれないですね。陰陽家って言われてもなんだかよくわからないなって思った覚えすらないんですけど、確か陰陽家っていう風に、世界史で丸暗記させられましたが、まあ、そこはね、あのそれだけじゃなくて、というか、まあ、そこは漢帝国、義帝国につながっていく、まあ、主なアイディアとしては、メインどころではない。まあ、もちろんね、あの陰と陽っていう捉え方、基本的な発想っていうのは、あの普遍的なものというか、その中国大陸における普遍的な思想ですから、陰陽家という分類が不当であると言いたいわけではないですよ。で、崇円の書いたものは、崇氏、まあ、崇っていう名字にですね、先生を表す氏、子供の子とかですね、崇氏周氏、崇氏っていう、あの崇という名字に子供の子をつけた後、終わりと始めって書いて終始って言いますよね。終始一貫しての終始です。で、数詞などのですね、本がありまして。まあ、どっちにせよですね、数詞も数詞数詞。ダメだ。これもですね、失われてしまっているということで、今読むことができないそうであります。で、この数円の伝記情報として、敬意なのは、珍しいのは、各国のですね、王様とか、為政者から大歓迎されたことであります。で、数円を大歓迎したのはですね、例えば、趙の平原君。で、趙の平原君は、数円が来るよって聞いたらですね、うやうやしく身をそばめ。で、崇円のためにですね、自分の着物の袖で座席の上のですね、塵を払ってくれた。また燕、燕って書きますが、燕に行けばですね、宝器を抱えた将王が自ら、道案内をしたということでありまして、まあ、司馬遷は他の思想家、例えば、孔子とか孟子とかに比べると、すごく、厚遇されていてびっくりするなということを、司馬遷は言っている。で、まあ、その、厚遇された、大歓迎されたというですね、主な理由は、さっき言ったですね、世界観という理解でよろしくて、で、時間の流れでいう如く終始説と、地理的な、考え、発想である大九州説というものに代表されます。で、大九州説は、さっき結構喋りました、周王朝の支配範囲は81分の1に過ぎず、ということですね。だから、まあ、
感覚としてはですよ、我々の感覚でいくと、例えば、太陽ってあるじゃないですか、月、三、月じゃないです、太陽、三、あれが、なんか、ものすごく大きくて、エネルギーがあって、なんか、ね、すべての中心のような気がしますが、太陽と同じような恒星、常の星って書きますが、恒星はたくさんあって、で、また太陽を含む、太陽と他の恒星を含む銀河とかがまだたくさんあって、で、宇宙は構成されているということで、我々が、すべてのように見えている、偉大なる中心というのも、数ある中の、ワンオブゼムに過ぎないという、まあ、発想に近いかなっていうふうに、まあ、この、今の宇宙の話は発想ではなくて、そうだと言われているんですが、まあ、実際僕が見たわけじゃないから、そのように、自分の生きている、この地理的な環境を理解しろという意味では、数円の大、九州説というのと、感覚は一緒です。で、次の五徳周施設でありますが、五徳周施設というのは自然界における陰陽二気の変化によって、まあ、その変化に法則性があるよねというところから編み出していくということで、歴代王朝に5つの徳、五徳というのを割り振っていくと。で、当初数円が言っていたのは、五行総称説、まあ、五行総国説とも言いますが、弱いものが強いものに負けるっていう、乗り越えていくっていう発想であります。で、顕著なのは、周王朝。周王朝はですね、周王朝は、なんだ。これね、頻繁にね、変更もされるんで、なかなか覚えると言っても難しいんですけど、周、そうか、そうですね、周王朝というのは家督なんですね。家督、火の徳とされており、で、新王朝、始皇帝の新は、火に水をかけると消えますから、水徳の新王朝というものが生まれたというふうに、まあ、数円の、五行総称説、総称っていうのは愛かつって書きます。愛生む、生まれるじゃなくて愛かつ説である五行総称説によって、家督の、周王朝を、新帝国が、水をかけて消すというふうに理解されておりまして、ですから、新帝国においては、水絡みのですね、さまざまな、まあ、シンボルとかが使われていきます。で、水徳が始まる、高まっていくのは、10月とされていますから、10月から1年が始まるというふうに捉えます。まあ、この辺授業とかで習うとですね、正月、我々1月のことを正月っていうふうに言いますけど、まあ、それと区別するためであり、かつ、まあね、学問は漢音でやりますから、それでいくと正月ではなくて正月というのが1年の始まりであるということで、10月が正月であるということになります。この辺ね、正月イコール1月イコール1年の始まりっていう風に、単純化して理解している。まあそしてこれはとても使い勝手がいいので、だんだんそっちに寄っていくんですけど、初めは、暦の上での、11月とか12月っていう、なんていうか、投資の数字と、王朝にとっての1年がいつ始まるのかという正月の設定がずれるということは頻繁にというか、まあ、しばらく続いていくので、新帝国においては、水徳の始まりである10月こそが1年の始まり、正月であったということと、まあ、水徳を表すものとしては、黒色ですね、ブラックです、ブラックを象徴するということで、その、新帝国は水徳である、そして、家督の周王朝に水をぶっかけて消したのだというところから、真の制度とかが定められていくということになります。で、水が、黒っていうのは、有名なのはですね、まあ、三国志ファンにとっては、関羽の隣にいる周宗が、顔が真っ黒なんですけど、そこにつながっていくっていうことだったはずです。違ったらすいません。で、新帝国を滅ぼした漢は初め、自分の国を、土徳であると位置づけて、新帝国の、次に続くというふうに自らを位置づけていましたが、まあ、漢代に、儒教が、発達していって、で、やがて漢帝国は家督、火の王朝である
というふうにですね、定義づけられていくので、まあ、このようにコロコロ変わるので、まあ、単純に暗記するのは厳しいなというお話でありました。以上のように数円というのは、中国大陸のですね、時間と地理に関する基礎的な理解を提供して、で、それが後の漢代そして魏晋の人たちに受け入れられていたというですね、スケールの大きな話でありました。はい、終わりです。